こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんばんは。ゆっくり魔理沙だぜ。本日はまずはおめでたい、霊夢オーナーと秘書の立花萌衣さんの結婚発表から見ていただきます。今回の霊夢は男性だったんだな。そうよ、うく主の都合によっていろいろ変わるのよ。でも本当におめでたいよな。オーナーから、あ、な、た、に変わるんだね。秘書さんが変わるんだな。さすがに奥様と秘書のやりとりは難しいのかな。これから関谷さんとも頑張らないといけないね。それにしても桜井萌衣さんのウェディングドレス、よくお似合いだぜ。そうよね。とても綺麗だね。ちなみに立花萌衣さんとの結婚は、中央競馬、地方競馬の全 G1 制覇よ。さて、そんな立花さんが秘書時代のレースも見てもらうんだな。そうよ、無事に函館競馬が開催されたからね。本当に良かったぜ。一時は開催も危ぶまれていたもんな。その函館競馬の新馬に挑むのは、あの成田ブライアンの初年度3区のスキーメロディよ。お母さんは、竹騎手と共に、ムーランドロンシャン賞を制した名品のスキーパラダイスだな。そうよ。そんな溶血スキーメロディの伝説の新馬戦よ。お、めっちゃちぎっているな。楽勝だな。本当に強いよね。これから楽しみだよ。成田ブライアンの代表3区になりそうな感じだな。もう一頭、男の子で成田ブライアンの初3区でものすごく強いのがいるのよ。その子と一緒にこれから成田ブライアンの3区を見ていただきたいと思っています。成田ブライアンの3区楽しみだな。もしよろしければ、これから成田ブライアンの3区の活躍を見ていただけたら嬉しいです。次回は、エプソンカップとマーメイドステークスの予想動画を見てもらう予定だぜ。よろしくだぜ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。うく主がとても喜ぶ。高評価やチャンネル登録をお願いします。次回の動画も見ていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。失礼いたします。